皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は最果てのバベルのファミ通紹介をしていきたいと思います。デュラン王国王、主人公たちの行く手を阻む強敵の姿が明らかになりました。まあインタビューはともかく、物語の重要な一部を担うデュラン公国のを紹介します。鉄のデュラン族によって作られた工業大国として発展したデュラン公国は王政を敷いていて、現在はエスティル王が国王として君臨しています。王は7人の将軍を従えて世界の支配を目論んで各地域へ侵攻を進め始めました。またデュラン公国はその技術力で機械兵器を量産して、搭乗型のアーマー兵器は機動力と攻撃力に長けて大きな脅威となっています。ではエスティル王、デュラン公国七将軍を従える国王で、内心では権力に怯えている愚かな王です。続きましてレニクス、ゲスで下品な男で非常に卑怯で残虐、殺戮などに罪悪感がありません。スバログ、自意識過剰のナルシストで勢いのままに敵を粉砕します。ルーサルカ、故郷を裏切って広告の将軍に上り詰めた独特のセンスを持つ男です。続きましてストリボフ、見た目は優しい若き将軍ですが、実際は非常で冷酷無比です。続きましてジルニトラ、身のこなしが優雅なお姉さんで残忍ですが物腰は柔らかです。続きましてボロス、謎多き仮面の将軍で、かつて争いを消し去ったというある力を求めています。続きましてメーシャツ、ツインテールの可愛い見た目とは裏腹に残忍で凶悪です。なんかボロスというやつが唯一まともなやつですかね。デュラン公国七将軍はエスティル王の手足となって世界に恐怖をばらまく王直属の家臣、人家で、インタビュー、スタッフのキャラクター愛にあふれています。個性的で非常に濃い人物たちのようですが、どんな形でライたちの前に現れるのでしょうか。まあそうですね、ちょっと時間が余っていますので、ウーロンの少女は何を思うでしょうか。本作のヒロインである不思議な少女マイリージャは、彼女は主人公ライと同じくバベルの一室に隔離されていますが、ライと出会ったことで、そうですね、出会ったことで、あとマイリージャの身に変化が あったようです。彼女は一体何者なのか、なぜウーロンに閉じ込められていたのか、バベルとそれを取り巻く状況、ライとアイリージャの関係や境遇の謎、物語の冒頭からすでに目が離せない仕様となっています。まあこの通り、サムネイルもまあアイリージャのものとなっていますね。まあこれはそうですね、ちょっと見にくいですかね。しかしすごい格好で寝ていますね。まあそれは別にどうでもいいとしまして、今回はこの辺で最果てのバベルのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。